ポート・コリンズは、キャッシュ・ラップードル川沿いにある、アメリカ合衆国コロラド州、ラリマー郡最大の都市で、郡庁所在地でもある。コロラド州立大学の本拠地で、地理的には、コロラドフロント山脈沿いにあり、コロラド州の北の中心に位置する。2012年現在の国勢調査で、この都市は総人口148,612人で、ある。1864年、 フォートコリンズはアメリカ陸軍の前哨基地として設立された。キャッシュ・ラ・プードル川沿いで現在のラポルテ付近に位置し、キャンプコリンズとして知られていた以前の野営地は洪水により1864年の6月に破壊された。その後、砦の司令官はフォート・ララミーのコリンズ大佐に手紙を出し、プードル川を数マイル下ったところが砦を作るのに良い場所では、 ないかと提案し砦が作られた。ちなみに、その砦は全く城壁を持っていなかった。開拓者たちは、砦の周辺のすぐ側に時を移さず移住し始めた。1868年に砦は破棄され、元の砦があった場所は、現在の町のダウンタウンにあたる。町は1873年に正式に併合された。フォートリンズは、コロラドの初代の公立大学であり、 以前は、コロラド農工大学として知られた、コロラド州立大学の本拠地である。他の主要な雇用紙としては、ヒューレット・パッカード、プードル・バレーヘルス・システム、そして、プードル・スクール・ディストリクト等がある。さらに詳細な情報については、ホート・コリンズ公立図書館の地方の歴史文章、参照のこと。ホート・コリンズは、 北緯40度33分33秒整形105度4分41秒、北緯40.55917度整形105.07806度、10 40.55917-105.07806に位置している。ロッキー山脈の北部フロント山脈と呼ばれる部分の東側で、コロラド州の州都デンバー市から約70マイル北方にある。 町の西側に見えるホーストゥース山とホーストゥース貯水地が有名である。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積122.1平方キロメートルである。このうち120.5平方キロメートルが陸地で1.6平方キロメートルが水地域である。総面積の1.27%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は 人口118,652人、45,882世帯、および25,785家族が暮らしている。人口密度は984.4平方キロメートルである。396.2平方キロメートルの平均的な密度に47,755件の住居が立っている。この都市の人種的な構成は、 白人89.63%、アフリカン・アメリカン1.02%、先住民0.60%、アジア2.48%、太平洋諸島系0.12%、その他の人種3.61%、および根結2.53%である。人口の8.77%はヒスパニック、またはラテン系である。 45,882世帯のうちの29.0%は18歳以下の子供のいる家庭で44.9%は結婚している夫婦である。7.9%は現在独身の女性世帯主であり43.8%は非家族である。すべての世帯の26.0%は一人住まいで5.9%は65歳以上の一人住まいの 老人である。平均世帯規模は2.45人で、平均家族数は3.01人である。この都市内の住民は21.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が22.1%、25歳以上44歳以下が31.5%、45歳以上64歳以下が17.0%。 および65歳以上が7.9%にわたっている。中央値年齢は28歳である。女性100人ごとに対して男性は100.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は99.7人である。 この都市内の世帯ごとの平均的な収入は44,459ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は59,332ベイドルである。男性は48,856ベイドルに対して、女性は28,385ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は22,133ベイドルである。 人口の14.0%及び家族の5.5%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の8.3%及び65歳以上の5.8%は貧困線以下の生活を送っている。ホートコリンズの最大の雇用主はコロラド州立大学である。他の主要な雇用主としてはヒューレット・パッカード、アンハイザー、ブッシュ、プードル・バレー・ホスピタル、 プードルスクールディストリクト、アジレントテクノロジー等である。路面電車、アレジアントエアが近くのホートコリンズラブランド空港への定期便を運行している。南へ約1 1 0トル離れたところにあるデンバー国際空港には約20の航空会社が就航している。デンバーから車で来る場合は I25 を北上する。ホートコリンズのダウンタウンの道は 街の東側を南北に走る I-25 から格子状に伸びている。US Highway 287はカレッジアベニューとなって街の中を走っている。ここがこの街で最も混雑する道であり、街の中心を南北に走っている。トラファートとして知られているフォートコリンズ市のバス路線は12以上の路線があり、月曜日から土曜日まで主要な休日以外動いている。 コロラド州立大学が開校されている期間は、大抵の路線は朝の5時30分から夕方の6時30分まで動いている。また日曜日に運行している路線もある。すべてのバスには自転車を乗せるラックがある。バス運賃は大人1.25ドル、60歳以上のシニア及び身体障害者は60セント、17歳以下は無料である。お釣りはもらえないので、乗る前に、 ちょうどの金額を用意する必要がある。10回券は9ドルである。タクシーサービスはシャムロックイエローキャブが24時間受け負っている。自転車がこの街では馴染みのある有効な移動手段である。カレッジアベニューのみ自転車の通行が禁止されている。この街には1 2 0トル以上のサイクリングロードが整備されている。その中にはスプリングクリークや プードルリバートレイルズなどがあり、どちらも舗装されている。また、全長9 3トルのフットヒルズトレイルは、未舗装のサイクリングロードもあり、ホースツース貯水池と平行に、リクソンレザボアノースから、コンポ、オープンスペースミショウレーンまで続いている。ホートコリンズはかつて、マウンテンアベニューとカレッジアベニューの交差点から3つの、支線を持つ、路面電車が走っていた。 現在マウンテンアベニュー線は復元され、バーニーカー型電車を用い週末と祝日に運転が行われている。標準電波局 WWV、WWVB の送信書がある。ありがとうございます。